有岡城の戦い。有岡城の戦いは、天正六年1578年7月から翌、天正七年1579年10月19日にかけて行われた、牢城戦。織田信長に帰属していた荒木村重が突然謀反を起こしたことに橋を発する。痛み城の戦いとも呼ばれている。天正六年1578年7月。 三木合戦に参戦し、橋場秀吉軍に属していた、荒木村重は、突然戦線を離脱し居城であった有岡城、伊丹城に帰城してしまった。織田信長に謀反を起こしたのである。田中義成によると、謀反の原因は、信長の部下に対する過酷な態度にあったのではないかと、されている。村重は、旗野市の士族と言われており、37万国の所領で、信長より、 摂津志を拝命している。る記によると、石山合戦で信長と交戦中の石山本願寺へ、毛利勢と通じた村重が兵糧を密かに搬入したとの噂が流れたり、信長の命により石山本願寺に和睦の交渉役として出向いた時に木内の困窮ぶりを目の当たりにし、交渉を有利に進めるために単独で米百国を提供したという説や、武功山では、 寒気城の工場戦で、木内の内通者であった寒気貞光、藤田優は、村重と旧地間であったため、落城後、橋場秀吉は、貞光の除名を許した。しかし、貞光は、直後に、別所長春のもとに走って、橋場軍と対することになる。ためらいもなく別所のもとに走ったことから、貞光と村重は通じており、村重も疑われることになったという説を記している。 天野忠之は、論文、荒木村重の摂津支配と謀反の中で、摂津国内の状況を着目し、織田政権の下での支配強化の動きに反発する、摂津の国人や百姓の間で、信長への反抗の動きが急激に高まり、彼らによる下からの突き上げを受けた村重は彼らに排除されるよりも先に、彼ら交往する形で信長との決別を選択したと、する説を唱えている。 このように、様々な説があり何が原因で無本に及んだのか、真相はよくわかっていない。荒木村重の無本に驚いた信長は、救命の使者として、明智光秀、松雄館、万三重元を有岡城に派遣した。光秀の娘は、村重の着男、荒木村寺の妻となっていたため、親戚の縁で選ばれたと考えられている。これを聞いた。 高槻城の高山うこんも、有岡城へ説得に向かい、村重が信長から受けた恩義や、信長に勝つのは、不可能なこと、敗北した際には、厳罰が下るであろうことを説いた。うこんはまた、彼らの疑念を解くために、すでに村重に二名の人質を差し出していたにも、かかわらず、さらに長男まで人質として預けた。村重は一旦はこれらの説得を聞き入れ、 母親を人質に釈明すべく、息子と共に、安土城へ向かった。しかし道中の茨城城に立ち寄った際、家臣から通達を受ける。立入佐京介、入道流崎によると、安土城に出向くのは、もってのほか、安土城に行って切腹させられるより、摂津国で一戦に及ぶべきと、中川清秀に引き止められたとしている。フロイスの日本史によると、村重の家臣らは、 自分たちは信長につく気はなく、直ちに引き返して来ない場合、他の者を領主とすると言ってきたという。これを受け、村重は不本意ながらも、有岡城へ戻り、信長への逆用を明らかにした。織田軍の中には、村重の出世を心よく思っていない者もいた。細川藤高は信長に対して、村重に、範囲ありと、無本三過剰なる者を信長に差し出していた。 信長と対決するにあたり、村重は、足利義明、毛利輝元、賢女のもとに、人質と聖書を差し出し同盟を誓った。本願寺文章によると賢女への聖書として、とした。また、村次の妻となっていた、光秀の娘は離別させ、光秀のもとに帰らせた。この法に接した信長は、福富なおかつ、佐久間信盛を派遣し、さらに、 同年11月3日に二条城に移り、三秀、松勇官、橋場秀吉を有岡城に向かわせた。村重はこれに対して野心はないと答えたが、人質に母親を差し出せとの信長の命に従わず、亀裂は決定的になった。この後、小寺交流、黒田義隆が単身有岡城に帰城したが、そのまま村重によって遊兵された。同盟関係にあった。 小寺で聖職の手前、捕らえて牢獄に閉じ込めてしまったのではないかと思われている。両者の争いは決定的になり、村重は織田軍に備えるため、と広範囲に配置した。これは、石山合戦の包囲網を備えるために、信長が村重に命じて、追記、集築させたりした城である。一方、信長は、石山本願寺と村重の両軍を敵に回すのは、 得策でないと考えたのか、村井貞勝を使者とし、石山本願寺に和議を申し入れた。石山本願寺は、毛利氏の承諾が必要とし、すぐには快諾とはならなかった。そのような時、11月6日の第二次木津川口の戦いで、小田水軍の鉄鋼船が出撃し、毛利水軍を大敗させた。補給路が途絶えた石山本願寺の戦力は、 幾分和らいだと見たのか、十一月九日に、信長は、山城と摂津の国境にある山崎に五万の兵力で、新軍、翌東0日に、滝川和増、明智光秀、八谷頼高、宇治家直重、安藤森成らが、茨城城を行為する一方、荒木軍の切り崩しにかかった。高槻城の高山とモテル、宇根不知らの動向は、 ルイス・フロイスの日本史に詳細に記録されている。熱心なキリシタン大名である二人が荒木方についたことで、京都のキリスト教宣教師たちは震撼した。彼らは日本では、キリシタンたる者は何人もその主君に背くべからずと教えていたからある。また、高槻の町にいる多数のキリシタンたちが戦乱の犠牲になることも恐れた。宣教師のグネッキ・ソルディ・オルガンティノは、 ウコンに、いかなることがあっても信長に敵対してはならない。熟考するようにと通告し、ウコンは人質さえ取り返せるならそうするが、どうすればこの汝を切り抜けられるかわからないと返答した。単に彼らの命が危ないというだけでなく、当時、人質を処刑されることは、非常に不名誉だったためである。この返答に、オルガンティノは信長がキリシタンを害するのではないかと、心配した。 信長はオルガンティノに使者を使わし、ウコンが荒き方につくことは、キリシタンの教えにおいて許されぬことであり、荒き方につかないなら望み通りの金子と領地を与えると伝えた。オルガンティノは、ウコンが人質の処刑を恐れて、同行を決めかねていること、彼の性格からして、説得のために金や領地は必要ないこと、自分が彼を説得できるかどうか努力してみることを返答した。 だが、事態は進展しなかった。信長はオルガンティーノを呼び出し、人質の脱会方法を協議した。ここで信長は、村重の差し出している人質と右コンの人質を交換することを提案し、同時に、もし右コンの人質が処刑された場合、それが、右コンの逆信や野心によるものではない旨を京都と、境に掲示させて、右コンが名誉を失墜しないように取り計らうことや、 宣教師の望みを聞き入れて、彼らの不況を助ける、などの条件を提示した。これを聞いた、高山府は、人質さえ取り返せば、直ちに信長に着くので、摂津への進撃は四、五日待ってくれと答えた、時系列から、信長が高槻の安万に婦人する前と思われる。信長は、ことを急がすためには宣教師たちを捕らえ、 それを高山不死に知らせるのが特策だと考え、ジョアン・フランシスコ、ロレンソ両最ほか2名を大見へ連行するよう命じた。オルガンティノもこれに合わせ、ロレンソにもはや現世では会えないと信じているかのように別れを告げた深い憂慮と苦悩に満ちた書状をしたためさせ、自身も説得の書状を送った。これらを受けた高月城では、 荒木と荒木の家臣たちへの説得が続けられ、ついに最初の領地以外は何も求めないという条件で、信長に下る話がまとまる。しかし信長はこの条件を許さなかった。オルガンティノの人質の件が解決するまでは、高月の地を焼き払わないでほしいという約束は受け入れたものの、十一月九日、信長はついに自ら摂津へと出陣した。翌十日、 信長は、オルガンティノを含めた、京都の教会の人間すべてを召喚し、全力を尽くして、ウコンを投降させるよう命じた。そうするなら、教会をどこにでも立ててよいが、やらないなら、就門を断絶すると言ったという。オルガンティノはまたもや、高槻城に使者を送ったが、すでに城の周囲には、荒木の手のものがうろついており、疑心暗鬼になっていた高山とモテルは、聞き入れず、 城に入ろうとする使者をすべて殺すよう命じた。佐久間信盛が高槻のキリシタン武士たちに一万六千国の成功報酬を約束したりもしたが、何の成果もなかった。オルガンティノは最大の優慮と不安に陥った。彼はこのままだと信長がご機内のキリシタンを滅ぼすだろうと思っていたし、実際に京都の教会は村井貞勝の家臣によって監視されており、 信長の命令一つで襲撃できる状態にあった。とうとうオルガンティノは、自ら高月城へ赴いて、説得を行うことを決めた。たとえ失敗しても、これでできる限りの義務は果たしたことになると考えたので、ある。さきの通り、高月城の兵が彼を殺すことが予想されたので、オルガンティノは、ロレンソと二人で信長の元から逃亡してきたように、 偽装し、高槻城に保護されることに成功した。城に入って、すぐ、高山とモテルに会えたので、オルガンティノは偽装のことは隠しつつ、彼に投稿する意思があるかどうかを探ろうとしたが、何も得られず、ウコンには会うことすらできなかった。この状況を信長に報告しようにも、監視を四人もつけられてしまい、もはやどうすることもできなかった。万事休すかに見えたところへ、ウコンが、 家臣に説得されたとの知らせが入る。ウコンが見出した解決法は、人質とキリシタンの両方を救うため、偵発して、領地、法録家臣すべてを返上するというものでった。兵や城をもって、信長に加勢するわけではないから人質は処刑されないだろうというわけである。午後十時頃、ウコンは父への書状を残すと、この策については伏せたまま、 オルガンティノとロレンソを逃がしてやるという名目を装って、家臣と共に場外へ出た。その場で、ウコンは決心を語り、脇差しで髪を切ってしまった。家臣は驚愕して止めたが、ウコンは二刀、肩身ぬ、頭髪を彼らに渡すと、服を脱いで下に着ていた髪の衣だけになり、オルガンティノ・ロレンソと共に信長のもとへ向かった。残された家臣たちは城へ戻り、 トモテルも信長に投降させるにはどうすればいいかを話し合い、城の各所を占拠することにした。この間、トモテルはずっと眠っていたが、ウコンの残した書状を見せられると呆然とし、ウコンがいるはずの天使閣や、その他各所が閉鎖されているのを見ると激怒した。トモテルはひとしきり暴れた後、有岡城へ行き、人質の身代わりになることを申し出、許された。 11月16日、右コンは、信長のもとに重むき礼を述べた。信長は喜び、右コンに来ていた小袖と馬、及び摂津、芥川軍を所領として与えた。こうして、高槻城は、信長の軍門に降った。結局、友もてると人質が処刑されることはなかった。右コンに次いで、茨城城の中川清秀も起伏し、大和田城、忠城、 三田城が信長に寝返ったため村重は孤立した。その上、荒木軍の兵は、逃亡、一万から一万五千の軍勢は五千にまで、厳じた。ここに至り、選局有利と三田信長は、石山本願寺との和平交渉を打ち切り、十一月十四日、滝川和増、明智光秀、八谷頼高、宇治家直重、安藤森成、稲葉義道、橋場秀吉、 細川藤高軍と荒木村重軍の先鋒隊が激突した。この時の様子を信長後期では、と記している。その後信長も有岡城と稲川を挟んだ小池が池田城に本人を移して有岡城を行為した。池田城は村重の元居城で、この当時は廃城になっていたと思われている。織田軍は、まず別動隊として動いていた。滝川和松。 庭長秀隊が、同年12月4日兵庫の市の谷を焼き払い、塚口付近に布陣した。本格的な工場戦は12月8日取国、午後6時頃からで、まず、織田軍の鉄砲隊が有岡城に乱射し、ついで弓隊が町屋を放火した。しかし、有岡城は、戦国時代の城としては、珍しい総構えの城で、守りが堅。 夜の暗さで攻めきれず、逆に戦闘が終了した異国、午後10時頃には、織田軍は万民主元ら多くの近親と二千兵を失うことになる。その後信長は、有岡城の周りを固めて11日には、古池殿まで陣を戻し、15日には、安土城に帰城してしまった。信長後期では、有岡城の記述が減っていき、 信長が高狩りを楽しんでいる記述が増えてくるが、このことより、町を放課後なりによると、信長は一旦持久船に持ち込むことにしたと解説している。12月8日の戦いが思いのほか損害が大きかったことから、力押しの工場船を変更し、兵炉攻めに切り替えられたと思われている。有岡城は東西に400メートル、南北に600メートルからなる大城で、 発掘調査から、有岡城の土塁の下から石垣積みが発見され、墓石などの天洋石材があり、石垣の先駆ではないかと注目されている。また、日本で最初の天守が備えていたと言われており、城内には北の鳥で、上楼塚鳥で、日踊塚鳥で、騎士の鳥で、金用口鳥でなどが築かれており、県城であった。これに対抗して、信長後期では、 織田軍の婦人の様子を、としており、有岡城に対する砦出のようなものが建てられた。織田軍は、有馬から山崎までの広範囲に婦人して長期化の様相となってきた。村重は、毛利軍と石山本願寺軍のご詰めを期待していたが、増援軍は現れなかった。食料も欠乏しつつあり、士気を高めるため、信長の嫡男、織田信忠隊がいる、鴨砦出に、 翌天正七年、1579年の正月分け重ねをかけた。鴨取出には信忠が率いる身の、大見三千兵が陣を張っていて、そこに、村重自身が指揮を取り五百兵を北の取出より、出撃させ山頂を離れた、鴨取出の西方より火を放って切りかかった。また東に待ち伏せていた一体は、逃げてくる敵を押しつつ撃ち取っていった。鴨取出の吸収を知った。 トね三歳にいた兵たちが直ちに、信忠隊の救援に駆けつけたが、馬や兵糧を奪われて、鴨取りでは炎上した後だった。信忠は無事であったが、荒木村重軍強との評判は京都まで伝わり、今用が流行るまでに至った。織田軍は、その後警戒が厳重になり、信長自身も有岡城に特選に訪れたりした。同年4月18日に、有岡城型より打って出て、 有岡オ城の城兵三兵が討ち取られたようだが、それ以外の記述はなく9月までの戦闘経緯は不明である。9月2日、夜半、村重和後、6名の側近を引き連れ、野員に紛れて、船で稲川を下って、着南村好きがいる、天ヶ崎城、大物城へ移っていった。この時の様子を、陰徳太平家では、としている。戦国の武将たちによると、この、 あこなる人物は、村主家の側室で身辺を警護する、女武者ではなかったかと解説している。また、村主家に、範囲ありとしていた、細川藤高は、という歌を読んで、突然城と家族を捨てちゃ道具と共に夜逃げした、村主家を皮肉った。絶望的な戦いに、命が惜しくなって逃げ出してしまったという解釈もあるが、陰徳大兵器によると、と記している。 三木合戦もそうであったが、毛利氏は援軍の約束をしながら、花熊城や甘笠城を通じて、兵論補給をしていたが、一年経っても遠平は来ないので、このままでは城を持ちこたえるのは不可能と判断し、家臣を使者としても効果はなく、村重自ら秋に出向き毛利氏と直接交渉しようとしたのではないかと説明している。戦国の武将たちでは、 茶道具は、モーリーへの手土産と見ることができるとしている。また、天野忠タは、モーリー軍から支援を受ける上で内陸のアリオ城の不利を指摘し、むしろ戦略的判断から海岸沿いの天マ崎へと移ったとする。村重の逃亡はしばらくは伏せられていたが、信長の患者に知られるところとなり、12日にアリオ城の工場軍の半数を信忠が総対象として、 天ヶ崎城へ向かわせた一方、滝川一益は調略を開始した。上楼塚砦にいた砦の首相の中西、新八郎と副将の宮脇平四郎に、村重の逃亡の事実を使い寝返りを誘い、それに成功した。一益は、進むも滝川、退くも滝川と言われた、戦術家で、調略の際も引い出ていた当時屈指の武将であった。10月15日以 午後10時ごろ、織田軍は、有岡城に総攻撃を開始した。有岡城の城兵は、直ちに核、砦へ配置し、臨戦体制を整えた。しかし、城老塚砦に押し寄せた、滝川隊は、何の抵抗も受けることなく、城内へ侵入した。これは、中西新八郎と宮脇平四郎のみが裏切ったわけではなく、 中西らの説得に応じた守備兵力の足軽大将らが加わったためである。総構えの有岡城であったが内からの攻撃には弱い。守備兵はことごとく打ち取られていき、北の砦の渡辺勘太郎、日踊り塚砦の野村丹後の両大将は降伏を申し出たが受け入れられず、切腹して果てた。増援軍の裁馬州も白兵戦には弱くほぼ全滅した。 そ構えの城とは城内に百姓、町人の住居も多数ある。織田軍は城内を焼き打ちにしさ町から侍屋敷へ火の手が広がっていった。非戦闘員は二の丸に逃れたが、そこに織田軍が突入してきたので、本丸に引いていった。本丸は三方を堀で囲まれ、南側は空堀を隔てて二の丸に面しており、さすがの織田軍も本丸への侵入は不可能であった。 十一月十九日、城守をしていた荒木久左衛門は、会場を決意、津田信須が、接収部隊を率いて本丸に入場した。ここに、有岡城の戦いの戦闘は終結することになる。荒木久左衛門が会場を決意したのは、信長から講和の呼びかけがあり、荒木村重が、天ヶ崎城と花熊城を明け渡すならば、本丸の家族と、 家臣一同の命は助けるとしたためである。旧左衛門は手勢三百兵を率いて天ヶ崎城に向かったが、村重はこの説得に応じなかった。フロイス日本史では、村重は大阪の仏装イコール、石山本願寺と協議したが、仏装は全然同意しなかったとある。戦国の武将たちによると、この時天ヶ崎城には、毛利氏石山本願寺、 最後、州の五番手もいたので、村重の意見は通らなくなってしまったとしている。村重の説得を約束していた旧左衛門は信長に顔向けできないと思ったのか、三百兵ともども姿をくらましてしまった。この時の様子を、信長後期では、としている。この報告を聞いた信長は、とした。名人、名人とは、村重や約束を守らない旧左衛門らを指しており、 不憫と思いながらも、荒木一族は、武道人にあらずと、人質全員を処刑するように命じた。まず村主家の室、警室もしくは側室、田代荒木一族と重臣の合わせて三十六名が、病見寺に移送、ついで十二月十三日立国、午前九時頃に、甘ヶ崎城の近く、信忠が陣を張っていた七つ末に、有岡城の本丸にいた室が護送され、97本の、 張りきを立て家臣の妻子122名に、死の晴れ着をつけ、鉄砲で殺害されたようである。それが終わると、男性124名、女性388名が4件の農家に入れられ、生きたまま農家ごと火をつけたようである。この時の状況を、信長後期では、と記しており、臨終の悲惨な状況がうかがい知れる。一方、妙見寺に移った36名は、 同時刻に妙賢寺を出発し、支中引き回しの上、六条、河原野で首を撃たれていった。この中には、旧在門の息子荒木自然、次年、十四歳、解任中であった、荒木隼斗助の妻、二十歳も含まれている。その後村重は十二月中に、天ヶ崎城を抜け出し、花熊城に移動してくる。そして、花熊城の戦いへと続いていき、ここでも敗れると、 毛利氏のもとに亡命していく。なお、高山右近の人質は彼に返却。高山友照は越前で牢に入れられ、しばらく後に許されている。アリオ城の戦いは、アリオ城とその周辺で行われた戦いだけではなく、六甲山脈でも行われていた。毛利の援軍は一兵も来援しなかったが兵糧は補給し続けていて、当初は甘ヶ崎城に陸揚げされ、 有岡オ城に届けられていたが、次第に織田軍の取り出が気づかれると、天ヶ崎ルートの補給路は使えなくなり、花熊城に一旦陸揚げした物資を、真珠寺城、和紙、林寺城や宝塚の洞窟に一旦保管し、その後夜間に、今陽屋を横切り有岡オ城に運ぶルートを使っていた。真珠寺城、和紙 林寺城は、三好長系の時代小清水城の市城となっており、この戦いの時は、小清水城が廃城となり有岡城の市城と、なっていたと考えられている。当時の真珠寺、寺院が城のようになっていたは、現在より広範囲に寺院があったと思われ、池田市、豊中市、天笠まで眺望が利き、郷土の城物語によると真珠寺城、和市、林寺城は、宝家城。 放火のための取り出で、織田軍の動きを放火で知らしていたとも記している。補給路を立つためか、放火場を潰すためかは不明だが、信長後期によると、と信長は激怒し兵衛を、六甲山中や、真珠寺城、和紙、林寺城に向けた。この時の様子を、と、信長後期には記している。略奪を繰り返し、真珠寺城、和紙、 林やし以外の補給基地となっていた六甲山系の寺院も発見され焼かれていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。